毎月最終週は、その月に学んだことを復習しながら、練習問題も行います。今日は第37課から第39課の内容の復習です。この週は、レストランのラジオコマーシャル、そしてレストランで聞こえてくる会話を聞きました。まず、レストランのラジオコマーシャルのスペイン語から聞きましょう。 El restaurante Chiclayo te ofrece los mejores platos de la auténtica cocina peruana, en un ambiente agradable. Prueba nuestros deliciosos platos con ingredientes seleccionados. Ceviche, papa a la guancaína, lomo saltado, pollo a la brasa y ají de gallina. Seguro que te gustarán. Ven y aprovecha. Estamos en la calle Mayor, al lado del ayuntamiento. いいかかかががででででですす。意味を理解ししながら聞き取れたでしょうかでは、続いてレストランでの会話ですこちらも聞き取れましたか では、37課から39課で学んだことを復習しましょう。復習のポイントその1、動詞・オフレセールです。ジュリスさんがスペイン語で言いますので、皆さんは意味を考えてみましょう。Este te los mejores このレストランは最高の料理をあなたに提供します。でしたね。では、次はスペイン語で言ってみましょう。 私たちは最高の商ちはあなたにてましょうする」は「r e c e m ます」を使ってみましょう。最高の商品は「los mejores productos」です。どうぞ。「ofrecemos los mejores productos」。「ofrecemos los mejores productos」。い聞いた「los mejores productos」最高の商品 その前に聞いた「Los os, 最高の料理」どちらも「Los Mejores」が使われていますね定漢詞プラス「メホール」プラス「名詞」で「最高の何々」ということができるんでしたね名詞の「性数に合わせて「El Mejor Producto」「Los Mejores Productos」「La Mejor c a n c i ó n Las Mejores Canciones」のようになるんでしたねこの 良いの最上級の作り方もしっかり覚えてください。続いて今週の復習ポイント、その2です。きっと気に入ることでしょうという表現です。どういったか覚えていますかジュリスさんに続いて発音してみましょう。これは、いくつかの複数のものをきっと君は気に入るだろうという意味です。 セグロケ何々はきっと何々だろうという意味でしたねまずはこの「セグロケ」を覚えてくださいそして次は動詞グスタール」の未来形グスタラン」を使った「テグスタラン」「君に気に入るだろう」という言い方ですこのように複数のものを好きになるだろうという場合グスタール」の未来形は「グスタラン」となるんでしたねでは「エルリブロ」 その本をきっと君は気に入るだろうと言ってみましょう。エっ、りーぶは単数です。どう言いますかそう、r o そうのものを君は気に入るだろうというときはテグスタラン。単数のものを君は気に入るだろうというときはテグスタラでしたね。では、エストスサパトス。 この靴を君はきっと気に入るだろうと言ってみましょうではどうぞ靴はサパトと言いますが普通靴は一足のことを指すので複数形になりますですからこの靴はエストスサパトスとなります複数形ですから 君は気に入るだろうはテグストランになるんですね。では、続いて復習ポイント3動詞ポデルです。ジュリスさんがスペイン語で言いますので、皆さんは意味を考えてみましょう。Pueden pasar. どうぞお通りください。もう入っていいですよ。という意味でした。ジャポエデンパサールのポエデンは何々できるという意味の動詞ポデルの活用形でしたね。 主語は三人称複数。この場合あなた方「うすてです」です。では一人の相手「うすて」に対して「どうぞお通りください」「もう入っていいですよ」はどうなりますか?「じゃあ puede pasar」「じゃ puede pasar」主語がウステの時「うすて」のと時動詞「ぽでる」は「ぷで」になります。「じゃあ puede pasar」と言えましたかでは、 今度は「入っていいですか?」と尋ねてみましょう。まずは「私はもう入っていいですか?」もう通っていいですかと「私」「ジョを主語にして尋ねてみましょう。ポデールの活用形は「ポエドになりますよ。語順は同じです。ではどうぞ。「じゃ puedo pasar?」「じゃ puedo pasar?、ね」 と文の後ろを挙げて言えば疑問文になります。では、私たちはもう通っていいですかと尋ねましょう。ポデールは、ポデモスになりますよ。どうぞ。や、ポデモスパサルや、ポデモスパサル動詞、ポデール、何々できる、は、主語によって、よ、ポエド、二人称単数の君ミ、トゥなら、ポエデス。 彼や彼女、あるいは「うすて」なら「ぽえで」「わたしたち」「のそトロス」なら「ぽでもす」「きみたち」「ぼそトロス」なら「ぽでいす」「かれら」「かのじょら」「うすて」ですあなたがたなら「ぽえでん」と変化します。まずは「じゃポぽえどパサール」のように使いそうなフレーズを丸ごと覚えてそれから余裕がある人はいろんな主語で練習してみるといいでしょう。 では続いて復習ポイント4場所を表す表現ですジュリスさんがスペイン語で言いますので皆さんは意味を考えてみましょう私たちはマヨール通りの市役所の横にいますこれは私たちのレストランはマヨール通りの市役所の横にありますという意味で出てきましたね動詞エスタールを使って 主語がいるある場所を表すことができるのでしたねではジュリスさんがスペイン語で言いますので誰がどこにいるのか何がどこにあるのかを考えてみてください。私は市役所にいます市役所はレストランの後ろにあります。 El está de la レストランは駅の正面にあります。道を尋ねることができても、相手が何を言っているのかわからないということもあると思います。キーとなる表現を覚えて、会話の幅を広げましょう。スペイン語の発音ワンポイントレッスンです。 レストランのコマーシャルで次のような音が出てきました「アグラダブレアグラダブレ快適な」という意味の語ですが「グラ」という音が少し発音しにくいかもしれませんどうしても「アグラダブレのようになりがちです「ア」という口を開く音の後に「グ」というワ語の奥の方で空気の流れが 一瞬詰まる音がきてさらにルッと舌を弾く音がきます。日本語の話者はどうしても試音の後に何か母音を入れたくなりますからどうしてもあまり意識しすぎるとうまく発音できなくなります一度ジュリシさんのあとについて発音してみましょう「アグラダブル」「アグラダブル」 うまくできないどうしても「あぐら」になってしまうという人に一つコツをお教えしましょうどうせ母音を入れるなら「あ」を入れて「あがら」と言ってみてください「あがらダブレ」のように発音してみてくださいこのように発音すればスペイン語の自然な音に近くなりますよではもう一度ジュリスさんのあとについて発音しましょう「あがらダブレ」アガラダブレと言ってから「が」の「 アの母音を取るようにしてみましょう。もう一度、ジュリシさんに続いて発音しましょう。アグ,ア,グアグラダブレのアグラに含まれる母音は、アしかありません。ここにウは存在しません。ですから、アグラダブレのように母音ウを入れるぐらいだったら、いっそアガラダブレのようにアを入れた方が、それっぽく聞こえるんですね。 グラシアスもグラシアスよりもガラシアスの方がまだスペイン語のグラシアスの音に近く聞こえます続いてはという表現がありましたアラドとエルが2つ続きますがアルの後にもやはり母音はありませんねですから決して あると発音してはいけません。では、どうするか。これは、その後ろのラドとつないでしまって、アラドでと発音すればいいでしょう。では、ジュリスさんに続いて言ってみましょう。アラドデラュンタミエント。アラドデラユンタミント。アラドデラユンタミエントという感じで言えましたか？テキストをご覧の方は、単語を一語ずつ。 綴りを目で追って発音するのではなく全部続けて読むようにしましょう今月第1週目はレストランのラジオコマーシャルとレストランの入り口で聞こえてきそうな会話を聞きましたジュリスさんは日本に来てレストランのウェイターやウェイトレスの方と話をする際に何かスペインとの違いに気づいたりされたのでしょうかジュリース、 ¿Has notado algunas diferencias entre Japón y España cuando hablas con un camarero o una camarera en un restaurante o bar? Varias. Por ejemplo, en algunos bares el camarero no toma nota. Memoriza lo que pides y te lo lleva a la mesa. En bar de el camarero no toma nota. Y en Japón,

では最後に今月第1週目のアナウンスと会話を聞いてみましょう。El Ven y aprovecha. Estamos en la calle mayor, al lado del ayuntamiento. Buenas tardes. ¿Tienen reserva? No. ¿Cuántos son? Somos cuatro. Muy bien. Esperen un momento. Ya pueden pasar. Gracias.

レタ de お相手は私柿原武史とスペイン出身のジュディッツ・モラさんです Hola, 私たちと一緒にスペイン語を学んでいきましょう「47第47課」。 毎月最終週はその月に学んだことを復習しながら練習問題も行います今日は第40課から第42課の第2週目の復習ですこの週はハンバーガーレストランのラジオコマーシャルそしてあるレストランで聞こえてくる会話を聞きましたではまずハンバーガーレストランのラジオコマーシャルから聞きましょう「ディスプ r u t a de las ンブルゲーサスマスデリシオサスデルモンド」 Ahora con tu pareja. Super Burger ofrece la mejor promoción de su historia: dos hamburguesas gourmet de queso con dos bebidas y dos patatas fritas grandes por solo 15.80. Solo usamos ingredientes frescos y naturales de primera calidad y elaboramos hamburguesas con recetas tradicionales. ¿Qué tienen de menú? De primero tenemos ensalada mixta y croquetas caseras. ¿Ensalada mixta, por favor? Muy bien. De segundo tenemos pechuga a la plancha, calamares fritos y filete de ternera. Bueno, pechuga a la plancha, por favor. 復習ポイントその1は、マスを使った最上級の言い方です。まずは、ジュディスさんがスペイン語で言いますので、皆さんは意味を考えてみましょう。ランブルゲーサマスデリシオサ一番おいしいハンバーガーでしたね。おいしいのような形容詞を最もおいしいという最上級にするには、定冠詞とマスをつけるのでしたよね。 どこにどうつけるのかというとスペイン語は基本的に名詞の後ろに形容詞が来るので「ランブルゲサマスデリシオサ」のように定感詞プラス名詞そして「マス何にと形容詞が来ます。「アンブルゲサ」は女性単数形なので定感詞は「ラ」「おいしい」は「デリシオサ」となり「ランブルゲサマスデリシオサ」となります。では ンブ más Las más では今度は世界で一番高いビルと言ってみましょう。ビルはエディフィシオ高いはアルトですよ。世界ではデルムンドと言います。 うまく言えましたかエディフィシオが男性名詞、単数なので、定冠詞はエルになりますね。続いて、今週の復習ポイント、その2、メホールです。ジュリスさんがスペイン語で言います。皆さんは意味を考えてみましょう。 La mejor de su historia. この意味は史上最高の販売促進活動でしたねポイントは最初の「ラメホル」が「良い」という意味の「ブエナ」の最上級の形です英語なら「ザ・ベスト」ですここでは が、女性名詞なので定冠詞はラになっています。では、ちょっと練習です。今年の最高の車と言ってみましょう。車はコチェ、男性名詞です。今年のはここではデルアにを使います。どうぞ。エルメホコチェデラニオ。エルメホコチェデラニオ。これはスペイン語でカーオブザイヤーのことですね。 では、今年最高の歌はどう言いますか？歌はカンシオン女性名詞です。ラメホーカンシオンデラにょ。ラメホーカンシオンデラにょ。では、復習ポイントその3です。動詞の活用を復習しましょう。まず、ジュディスさんにスペイン語を言ってもらいます。皆さんは意味を考えてみましょう。 Solo es, y 私たちは新鮮で天然の素材だけを使っていますという文でしたね。このうさもすは、動詞、うさる、つ使うの主語がノソトロス、わたしたちの時の形です。では、君、と、を主語にして、君はスマホを使っていますかと尋ねてみましょう。スマホはスマートフォン、 ウサールのののが主語の時の形は、です。どうぞ。<as> でははい、い毎日スマホを使っててますと答えてみましょう。ううう私私は使うははは使という形ででです。す。毎日トスどうぞ。の母もスマホを使っています。 と言ってみましょう。私の母は、ミマドレと言います。最後に、タンビエンをつければ、何々もまたという意味になります。ウサールは、三人称単数が主語の時は、ウサになりますよ。ンこのウサールという動詞の活用は、規則活用といって、他の多くの動詞でも、同じように活用します。 例えば「働く」「トラバハール」も同様に活用します私ジョ」が主語だと「トラバホ」「君トが主語だと「トラバハス」「ミマドレ」のように3人称単数なら「トラバハ」ですでは「私はレストランで働いています」と言ってみましょう「レストランで」は「エヌンレストランテ」ですどうぞ では私の母は毎日働いていますと言ってみましょうでは主語を複数にしてみましょう私たちはよく働いてますとジュリスさんに言ってもらいますよく聞いてまねて言ってみましょう私たち「のそトロス」を言わずに「を言 トラバハモスだけでも、私たちは働くという意味になります。ムチョはたくさんよくという意味です。では、君たちはよく働いているよねと、ジュリスさんに言ってもらいます。皆さんも言ってみてください。トラバハイスムチョへ。君たちは働くはトラバハイスですよ。最後のえというのは、何々だよねといった念押しの表現です。では、最後に。 アナとホルヘもよよくく働くよと言ってみましょう。アナとホルヘ」は「彼ら」ですから彼らが主語になるとはくは「トラバハン」ですどうぞふきそくなかつよ用をする動詞として「持つ」テネ「ネねルも勉強しました。 少しだけ復習です。私は予約してます。はどう言いますか予約はレセルバ。私は持っている。はテンゴです。テンゴレセルバ。では、時間あると親しい相手、トゥに聞いてみましょう。時間はティエンポ。テネールはトゥが主語だと、ティエネスでしたね。ではどうぞ。ティエネスティエンポでは 私の母は50歳ですと言ってみましょう。スペイン語で年齢を言う場合は、この動詞テネールを使って、何年を持っているという言い方をします。50年は50年です。テネールは三人称単数の主語なら、ティエネです。どうぞ。みまどれ、ティエネ50あニョス。いかがでしたかちなみにテネールは、 複数の主語例えば「私たち」なら「テネモス」「君たち」が主語なら「テネイス」「彼ら」や「ウステデス」「あなた方が主語なら「ディエネン」になりますまずは自分が使ってみたい表現を何度も繰り返し言ってとっさに言えるように準備しておくと良いでしょう。<music> 今日の復習ポイントで取り上げた最上級表現、その中に出てきたますとメホルは、実は比較表現でも使えます。ますを使った比較表現の例を、ジュリスさんに言ってもらいましょう。この絵は、あれよりも美しいという意味です。マスボニトで、 より美しい「け」のあとに比較の対象をもってきますではこの車はあれよりも値段が高いといってみましょうこのでは、は、は、がいあれではこの椅子はあれよりもかいてきだといってみましょう。 この椅子はエスタシージャ。女性名詞なので「快適な」はコモダ「あれ」は「アケージャを使いますどうぞススケケ続いて「メホール」を使った比較表現ですこれは英語の「ベター」と同じような意味で使えます例えば「ケケこの車は

Yuris, ¿Sueles almorzar fuera de casa en España? A veces, si trabajo o me paso el día fuera, almuerzo en un bar, por ejemplo, me pido un bocadillo o un menú del día. Pero no siempre, porque almorzar fuera en España es un poco más caro que en Japón. 時々外食をするとのことです働いていて外で一日中過ごす場合はバルなどで食事をするそうですボカリージョというサンドイッチかメヌーデルディアを注文しますでも外食は日本よりも少し高いのでいつもではないとのことです外食が日本よりも高いというのはちょっと驚きかもしれませんが実は日本の外食は世界でもかなり安いんですよ

Solo usamos ingredientes frescos y naturales de primera calidad y elaboramos hamburguesas con recetas tradicionales. ¿Qué tienen de menú? De primero tenemos ensalada mixta y croquetas caseras. ¿Ensalada mixta, por favor? Muy bien. De segundo tenemos pechuga a la plancha, calamares fritos y filete de ternera. Bueno, pechuga la plancha, por favor. Hoy va por aquí amigos oyentes, hasta la próxima.

毎月最終週はその月に学んだことを復習しながら練習問題も行います今日は第43課から第45課の復習ですこの週には日本食レストランのラジオコマーシャルそしてレストランで聞こえてくる会話を聞きましたでは日本食レストランのコマーシャルから聞いてみましょう「レストランサビ」 Ganador de varios premios internacionales, abre su octavo restaurante en España. Ven a probar nuestros platos originales: temakis, tempuras, fideos, ramen, rollitos de primavera y mucho más. Celebramos la inauguración por todo lo alto con 200 temakis gratis para los primeros que lleguen. El viernes 2 de agosto, a partir de las 20 horas, inauguramos en la mismísima Plaza Mayor. Ven a conocer nuestro nuevo local. No te lo pierdas. ¿Qué tal? ¿Le gustó la comida? Sí, me encantó. ¿Va a tomar postre? Tenemos flan, helado, natillas, arroz con leche y fruta del tiempo. Flan, por favor. Aquí tiene su postre.

全サビがスペインで、その8軒目のレストランをオープンします。この文のアブレ開くとオクターブ8番目のがポイントです。アブレは動詞アブリール開く開ける営業するの三人称単数の活用形です。では、このアブレを使って全サビは週末に営業すると言ってみましょう。 週末は、と言います。どうぞ。では、「あぶれ」を「私たたち」が主語の形「あぶります」に変えて「私たたちは土曜日に営業します」と言いましょう。「土曜日は Los Sábados」です。 では次は「助数詞」を少し復習しましょう「助数詞」というのは1番目の2番目の3番目のといった順番などを表す単語です「助数詞」には男性系と女性系がありますでは男性系で1番目から10番目までをいってみましょうジェリスさんについて発音してください では助数詞を使った練習です。1ページ目。 はどう言いますかページは「ラパヒナ」ですよ。一番目のは「はプリメロ」でしたね。「ラプリメラパーヒナ」「ラプリメラパーヒナ」「ラパーヒナ」が女性名詞なので「プリメロ」は「プリメラ」になります。では2ページ目と言いましょう。第2のは「はセグンド」です。La segunda página. La segunda página. では3ページ目は第3の「は t e r c e r パです。では3日目はどういうでしょうか。「日」は「ディア、アで終わりますが男性名詞ですので注意してください。どうぞ。「え l t e r c セル d i ア。 そう、定詞は el そして「TERCERO」は単数の男性名詞の前では「TERCER」になるのでしたこれは「PRIMERO」も同じで「初日」「一日目」は「ELPRIMERDIA」になりますよ復習ポイントその2は日日付と曜日の言い方です。ジュリスさんがスペイン語で言いますのでみなさんはいつであるのか考えてみましょう。

エルミヤレス・ 1>, uno de uno de 1日の場合、スペイン語では、ウノの他に、助数詞のプリメロを使うこともできます。1月1日は、プリメロデエネロと言います。では、3月1日を助数詞を使って言ってみてください。プリメロデマーソ。 復習ポイントその3ですジュリスさんがスペイン語で言いますので皆さんは意味を考えてみましょう Le la comida? Sí, me 食事は気に入りましたかはい、とても気に入りましたです。このレグストとメンカントがポイントですどちらも気に入ったものが主語だったんですね ででは、練習です。君はその映画、気に入ったかいと聞いてみましょう親しい相手に尋ねる場合は「レ」ではなく「テ」を使って「テグスト」何々というのでしたね映画は「ラペリクラ」でしたではどうぞところでこの「テグスト」の「グスト」は古形でした。グストといでした 現在形のグスタに変えて、テグスタ何々とすると、君は何々が好きだ。疑問文だと、好きですかという意味になるんでしたね。では、その映画は好きかいと尋ねてみましょう。Gusta la película? 文末を挙げると疑問文になるんでした。では、今度は私は音楽、ラムシカが好きだと言ってみましょう。 Me gusta la música. そうですね「メグスタラ・ムシカ」の「グスタ」を「エンカンタール」という動詞の「現在形エンカンタ」を使って「メンカンタラ・ムシカ」というと私は音楽が大好きだとても好きだという意味になりますでは私たちはスペイン料理が大好きだと言ってみましょうスペイン料理は「ラ・コミダ・エスパニョラ」です Nos encanta la c o m そうですね。私たちは何々が好きは Nos gusta 何々。私たちは何々が大好きは Nos encanta 何々でした。では最後に応用問題です。私はスペイン語を勉強することが大好きだと言いましょう。スペイン語を勉強することは Estudiar Español です。どうぞ。 そうです「メグスタ」や「メンカンタ」に別の動詞のもとの形である「不定詞をくっつければ「何するのが好きです」と言えるのです <music> スペイン語で頻繁に使うこんな表現もう皆さんはお分かりですね Aquí la tiene. 45課の会話で「おかんをお持ちしました」という意味で使われていた表現ですで物を差し出して「はいどうぞ」というような意味になるということは以前学習しました今回は「アキラティエネと「ら」が入っていましたこの「ら」がポイントです「ら」は「それを」という意味の代名詞で女性名詞単数のもの ここでは、何を指していますかラクエンタそう、お感情のことですね。アキはここに、ティエネは動詞テネル、持っているの、のあなたウステが主語の活用形でした。それをにあたるラは、動詞の活用形の直前に入れるのがポイントです。女性名詞複数のもの。例えば、ラスレビスタス。 それらの雑誌を手渡しながらそれらをどうぞはいどうぞと言うならどういうでしょうそれらをはラスとなりますからではだでは男性名詞のもの例えばフォークエルテネドールを手渡しながらはいどうぞそれをどうぞというのならそれをはロになりますので。 フォーク、エルテネドールとナイフ、エルクチッジョを頼まれてそれらをはいどうぞと言って手渡す場合は、アキロスティネ、アキロスティネと言います。物を手渡すときにとっさにこういう表現ができるといいですね。<music> 今月三週目は。 レストランの店のコマーシャルを聞きました。スペインでもやはり回転セールみたいなものはあるのでしょうか ?Yuris, en España también se hace algo especial para promocionar una tienda o restaurante cuando se inaugura?Sí, suelen hacer alguna promoción para que vaya mucha gente a conocerlos.Ofrecen cupones, algún descuento。なるほど。 ややはり、お店をを知ってもららううために、何らかのののセーールの実施やクーポンの配布などをするそうです。るそで日本でびっくりしたのは、店員さんが表に出て通行人に呼びかけているのをよく見かけることだそうです。 いい宣伝だけど、スペインではめったに見かけない光景だそうですでは最後に今月第3週目のラジオコマーシャルと会話を聞いてみましょう。 Ven a probar nuestros platos originales: temakis, tempuras, fideos, ramen, rollitos de primavera y mucho más. Celebramos la inauguración por todo lo alto con 200 temakis gratis para los primeros que lleguen. El viernes 2 de agosto, a partir de las 20 horas, inauguramos en la mismísima Plaza Mayor. Ven a conocer nuestro nuevo local. ¡No te lo pierdas! ¿Qué tal? ¿Le gustó la comida? Sí, me encantó. ¿Va a tomar postre? Tenemos flan, helado, natillas, arroz con leche y fruta del tiempo. Flan, por favor. Aquí tiene su postre. Oiga, la cuenta, por favor. Aquí la tiene. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí, por supuesto. ここまで,で,すでは皆さんまた次回